しかし僕も初めてここに赴任した時は姉妹を見て驚いたよ。東京じゃお正月の姉妹ぐらいしか馴染みがないからね。なんだって足が10歩以上あるんだからそれに天狗もいますからね。あれ、さっきの、あの、僕も獅子舞やってみたいんですけど。これは北京ダック。あ、そんな高いの頼めるわけないでしょ。そうでした。おちょいちょいちょい、古い。ずっと前から考えてたんだけど、なんか手に職つけたいなと思って。すげ傘作れる人って日本にもう少ししかいないんだって。やりがいありそうじゃない？で、体験期間中この山の中の古民家に泊まらせてくれるんだって。今度喧嘩したら大天狗はやらせん言うたよ。これは俺の獅子舞やりたいだけっす。おったら絶対に喧嘩せんいう約束守れ。ありがとうございました。はじめさん、オーディションのメンバー外れて残念やったね。やっぱ女子じゃダメなんかな。あ、なあなあなあ、そんなことないちゃう。今回は獅子が5人編成やから。でも挑戦できて本当楽しかった。もう一人はやり場のない自分への怒りを姉妹にぶつけてる。これは人々の怒りを鎮めるためにある天狗舞に転化できたら凄まじい姉妹になるんじゃないかと。初めての駅に降り立った君を探しに降り立った。どこにいるの？本当にこの街にいるの？どこへ行けばいいの？教えてほしい。電話も出ないし。気がついたよ、君の存在が。初めての街にやってきた。何かを求めてやってきた。なぜだろう、本当にこの街にあるの？やっていくことはできるの？教えてほしい。連絡もくれないし。もう何にも考えず覚えてみせる。やべえ、すんげえ山ん中でも何かが始まる。きっと何かが始まる。きっと何かが始まる。始まる。